自分たちの寿命は多種族よりもなぜ極端に長いのか、僕たちの学術レベルを飛躍的に向上させた最初のきっかけはきっとそんな疑問だったに違いない。長い年月をかけてそれは輪廻転生論の研究、生命の探求へと発展し、僕らの一族を特別な地位へと押し上げる材料となった。いつしか生命の一族と呼ばれるようになった僕らの種族は、国を持たない流浪の民だった。学術や医術を提供し、見返りに資金援助を請う、そうやって僕たちは大昔から暮らしてきた。いつものように学術と医学の提供とその見返りに資金提供をという話がもたらされた。今思えば違和感はあった。援助される資金が莫大すぎたのだ。世界一と言っても過言ではないほどの大国からの要請が僕らから冷静さを奪っていたのかもしれない。大国の研究機関への出向を命ぜられた人の中には僕の兄もいた。年齢的にも経験的にも未熟だった僕は居残りだった。兄たちが旅立ってから数ヶ月が過ぎ、契約期間が終わっても兄たちは戻らなかった。不安があったわけではなかった。ただ羨ましい気持ちや嫉妬心から自分の気持ちを抑えられなくなっていた。そしてとうとう僕は一人キャラバンを抜け出した。国を持つということに強い憧れがあった僕は、国というものをどうしても知りたかった。肌で感じたかった。道中の苦難を乗り越え、僕は兄たちが出航している大国へとたどり着いた。研究機関があるとされる首都にたどり着いた僕は路頭に迷っていた。研究機関のことを知る者など一人もいなかったのだ。来る日も来る日も尋ね回っていた僕に、元研究員だと名乗る一人の男が接触してきた。研究機関は実在し、その目的が不老不死の研究であると男は言った。彼らはそのための最高の素材を手に入れたとも。これまでのことが頭をよぎる。立っていられないほどの吐き気と動悸が僕を襲った。僕は血眼になって研究機関の所在を探し求めた。地下深くにそれはあった。いくつかの奇妙な装置が並んでいる空間、不気味な静けさ。装置を覗き込むと、たくさんの機械とコードに埋もれて人の顔らしきものが見えたが、それはもう人でさえなかった。何かの実験だということは僕でも理解できた。ふとそれと目が合った気がした。それはすがるような目をしながら僕に向かって
機械的な音声を発した。殺してくれ。そう聞こえた。その時僕はとっさに理解してしまった。声の主、その正体が兄であることを。大国が本当に欲していたものは、生命の一族が持つ知識などではなく、初めから僕たちの特殊な体質だったということを。生きることも死ぬことも許されない兄、その最後の悲しい願い。僕は壊れた。希望は怒りで砕かれ、憎悪の炎が心を焦がした。それから僕は一つ一つの装置を泣きながら壊して回った。その場に駆けつけた兵士の弾丸が僕の命を削り取ってゆく。怖くはなかった。痛くもなかった。歪められた命を終わらせるため、そのために命を使い切ることが僕に与えられた役割だから。僕は許さない。世界の理に取り憑かれた愚か者たちを。